キュウリってあれってなんだ、ラジオかな、いやいや、もうなんか116、1週間で116なんですけど、ちょっともっとシェアしてください。いや、これすげえ。足りちょっと、ちょっと116行くってすごいね。いやいやいや、もうだって僕大学生教えに行って、大学生にも全員携帯出せっつって言って、でまず YouTube を開く。で、ひらがなで西山。で、BON、BON。ほら、出た。はい、チャンネル登録。はい、ボタン押す。ボタン押す。で、やってます。チャンネル登録者数ぐらい見てもらえてた。そうですね。でも、楽しそうですねっていう人がチャンネル登録してなかったりするからね。カイトの親父とか。やってるよね、してねえけど。楽しそう、楽しそうだよね。チャンネル登録してないけど。チャンネル登録の仕方が分かるんだよ。あ、でもね、それも言われた。うん。うん、YouTube 開いて、うん、その、なんつうの、自分のアカウント持ってる人結構いるわ。だから、アカウントとか登録しないとチャンネル登録ってできねえじゃん。うん。まず子供たちはアカウント作れねえから。あー、だから親と、親とね。あ、そう。親が考えやるしかない。かといって親なんてアカウントとか使わない人結構いるからね。え、中学生とかってどうやってやってるのじゃ。見てるだけじゃね。あ、そうなの。見るのはできるけどチャンネル登録とかはできないって。そうなんです。そういういろんな理由があるんです。そうか。とりあえずこれだな。660目指そうかな。吉屋もそれぐらいでしょ。一旦次、一旦3人の酒のつまみになってるね、その YouTube。 いや、結構ね、楽しいもん。これ俺が飽きた時に、今楽しいからいいんだけど、俺が飽きた時に、ベイアンとシモセがどんだけ踏ん張れるかだからね。先週もだって自分で動画結構作ってベイアンに渡してるもんね。だけど、いやだからね、そんな分担しちゃうとね、やりやすいのかもね。そう、分担した方が絶対いいよ。で、下瀬はもう本当にただシェアしまくって、あいつやべえって、あいつやべえって言われるぐらいやらないと意味がないじゃん。もうやべえと思ってきてるからね。いいじゃん、いいじゃん、あやべだから、はい、あやべえね、あやべえね、あやべえね。嬉しいですね、それね。嬉しい嬉しい。本当アホだね、この人たちっていうやつでしょ。いいじゃん、ちょっとアユ太郎、来週。アユ太郎と。ペイソン何も言ってないよ、ペイソン。ペイソン、僕はその話してない。でも多分ペイソン見てると思う。ペイソンにはちょっとダイエット企画一緒にやるよって言って。鬼のような追い込まれるトレーニングを1日だけ経験させてさ、15分のやつで、15分のやつでとりあえずやるんだよ。やってくれると思う、やってくれる。次の日の気が気になる。歩けないやばい、起き上がれ、仕事に支障をきたすって。死にそうになってるね。いけるっしょとか言って。なんかいじけた。いじけない、いじけない。マスターメニューも、ね、早くやらないと、僕と西山ちょっと先行ってますよ、ね。だんだん面白くなってきたから、楽しみにしとくわ。いやいや、ちょっとめっちゃ拡散してくださいって、だから。その、やっぱ石森さんとこのチャンネル登録者数の5分の1はもらわないと。やってないですよ。いやだから、ね、もっとさ、なんかこうゴリゴリにこれをチャンネル登録しろよみたいなシェアしてくれないと。それを押す YouTube を作ってもらう。そう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 そ
なんでよ、なんでよ、なんでよ。ちゃんと今日あれだよ、ポジティブパーカーで3人揃えて収録してます、収録してます。わざわざそれを見てたかのように電話してきてくれて見られてる。ポジティブなんか今やってるんですよ。いやもうスーパーポジティブですよ。ケイスーパーポジティブでしょ。無視すんな。いや無視すんな。超本人だね。超本人何しながら遅いな。なんか違う作業を始めるこいつ。じゃあいつ行きましょうね。俺今日行ってもいいんだよ。行っちゃう？これから今日。これからどうする？これから明日そっち天気？明日晴れる？そっち。なんか東京行っちゃうんですよ。行くなら大したもんねえだろ。いや関東雪降ると本当にいろいろ麻痺するから。来んねえから。あでも俺飛行機乗りたいんだよな。出た。え出た。知らない。